皆さんこんにちは。今回は3級審査のご説明をいたします。まず最初に審査要項をご覧ください。受験段級は3級をご覧ください。受験資格日数は4級取得後50日以上稽古したもの。審査内容につきましては、第1強正面打ちを座機および立ち技から出題されます。第2強も同じです。第3強も同じです。第4強も同じです。四方投げは両手取り横面打ちから出題されます。入り身投げは正面打ち突きから出題されます。小手返し正面打ち突きから出題されます。両手取り天地投げ座機呼吸法です。それでは3級審査のご説明をいたします。審査要項を参考として行いますので、多少各道場と違うところがありますが、一通り通して行っています。審査においては表を左右裏を左右、審査員がやめというまで続けますが、この動画では表1本裏1本で行いますのでご了承ください。正面に礼、お互いに礼、座機正面打ち第1挙、座機肩取り第2挙、正面打ち第3挙、正面打ち第4挙、両手取り四方投げ、突き小手返し、正面打ち入り投げ、両手取り天地投げ、呼吸法。正面に
いかがでしたか。3級の審査から課題の技が増えます。そして座り技も増えます。普段から正座、跪座、蹲行を習慣づけるように行ってください。また女性は産休から袴の着用ができますので、ここが頑張りどころです。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。